出す。トバヤさん。ああ、ありがとうございます。もう入ってんの？入ってますよ。ありがとうございます。グフ。ゴーさん、ゴーさんありがとうございます。トバヤさんもありがとうございます。安定の、安定の来ましたね。もう最近なんかいっぱい争ってたけど、今日はね、親孝行だからかな。あ、トバヤさんありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。もう始まっちゃうの？まもなくですね。あと30秒です。キース。これはこれ。これもこれ。これはこれ。これはなし。これは。10秒前です。皆さん、今日も老眼で見えないっす。これはこれね。これはこれなんだよな。オープニングに行きます。今日の筋肉痛は太もも。どうもこんばんは、吉村でございます。すいません、毎回ね、この毎週筋肉痛をしてるおじさんなんですけれども、これで僕の体はちゃんと筋肉ついてるんですかね。はい。心配になります。毎回痛いだけなのではってちょっと思いますね。なんでしょうね。しっかり頑張ってるんですよ。週一の、空手と、週一の筋トレタイム。はい。で、でもね、やっぱ人ってね、この食事制限とかね、そこら辺を気をつけないとね、どんなに二日頑張ってもね、痩せねえし。あと体脂肪率も変わらねえし。でも、一応空手的には、やっぱ始めた頃に比べると、体も多少柔らかくなったし、動けるようになってきたし、あるんですよ、いろいろ自分の中で感じるところは、お、今日蹴りいけたなとか、今日上げられたな、足上がったなとか、この30秒1分の、練習、動けたなとか、あるんだよ。あるんですけど、この体重と体脂肪率を見るところでは、何も変わらないです。何も変わらないどころか、ちょっと増えてます。はい。なので、何回も多分言ってると思うんですけど、去年の年末に、うちの空手の先生と、みんなで食事会をして、その時に、2024年の目標として掲げたのは、このいろんな動きとか蹴りとかパンチをさることながら、痩せようっていう話をみんなでやったので、頑張りたいと思います。ただいまですね、痩せる目標に対してマイナス2キロでございますね。はい。なので、頑張ってあと7キロ痩せたいと思います。そんな感じで本日も楽しくやっていきたいと思います。さあ、そんな感じで毎週筋肉痛するぐらい頑張ってるのに痩せないおじさんと一緒にやってくれるのはこの方です。皆さんどうもこんばんは。筋肉痛は過去のこと、最近運動してないなって思う今日この頃のキャンでーす。ですよね。はい。まあ今時の子はね、そんな筋肉痛するほど何もしないよね。それでいいんだよ別に。いや、筋肉痛するためには普段と違うスポーツをっていうことが大事なんですけど、そうだね。僕趣味がローラーブレードなので、スイスイだね。最初は筋肉痛めっちゃしてたんですよ。あ、でもわかるわかる。ローラーブレードってすっごい筋肉痛するんですよ。ほう。陸上の現役の頃からやってたんで、もう陸上と違って、陸上全然筋肉痛したように。なんだろう。使ってない筋肉を使うんだろうね。そうです、そうです、そうです。あ、わかるわかるわかる。で、あ、いい運動だと思って続けてるんですけど、全然筋肉痛しない。はい、慣れてるの、動きにね。わ、はい、かる。それもわかる。他のことやらないかなって思って。負荷というか、練習とかね、はい、量を上げていかないとね、筋肉痛、ね。そうです、そうです。慣れちゃうとね、はい、できちゃうんだよね。はい。なるほどね。なんかね、まあ、僕の経験で言わせてもらうと、急にサバイバルゲームとかやったらいいよ。ああ。もう死ぬほど体筋肉痛するから。あ、でも、サバゲー、確かに1年半ぐらい前に初めてやった時に、めっちゃ筋肉痛。初めてやったんだ。はい、偉い。あれ、なんていうの、めっちゃ周囲に対してほら気を使ったり、はい、要はなんていうの、生き残るためにね、はい、気を配って気を使ったり、はい、で急に動いたり、
走ったり伏せたり、フォーク前進したり、はい、いつもやらないことやるさ、はい。ものすごい全身使うよね、あれね。いい運動ですよね。やばいよね。僕は特に二丁拳銃スタイルなので。なんでやねん。走りたいんで。現実を見ろ。いや、あと、ライフル系結構苦手なんですよ。アサルトライフルを持って。アサルトライフル苦手で、あんま慣れないんで、いや、こっちの方がいいや、と思って。走れるし、と。おもろ。いや、いつもこうやって、こう、まあ。まさかのサバゲーにキャンチがついてくると思わんかったから、びっくり、おじさんはびっくりしています。拳銃いっぱい持ってますよ。マジかよ。はい、まあ、俺も減らしに減らして、今、三丁ですね。はい。あと一本だけ欲しいなって思ってるのは、スナイパーライフルが欲しいです。ああ、いいね。はい。スナイパーライフル使えたらサバゲすごいよ。まあ、自分は昔の記憶だけど、はい、昔の記憶で、この、すごい百戦錬磨の先輩がいて、はい、おじちゃんがいて、はい、スタートと同時に消えるわけよ、この人。で、もう要はどっかの木の上とかに隠れるわけよ。はい、はい、はいはいはい。でもうわからんわけよ、ずっと。おで、仲間だったら、仲間のチームだったら、何かしら途中でサインとか何かがあって、ここにいるから、こっから援護できるから、行け的なのを暗黙の了解で分かってくるようになるんだけど、はい、敵チームになったら、どこにいるか分からんわけ。全く分からんわけ。だから、そういう、なんだろう、どっかにスナイパーがいるかもしれないっていう、ポジションの時に、例えば俺はまだペーペーだったんで、もうちょっと先輩とかと一緒にコンビで動いてて、で、先輩が、こっから俺が先に、この区間が見えないから、俺が先に行くと、はい。で、もし俺がどっかからスナイプされたら、はい、どっかから撃たれたっていうのをお前は見て判断しれって言われてた。わかるかいって言われてで、行ったら実際にスナイプされて死んだりするんですよ。はい、ね、裁けて自己申告なので。はいはい、もうヒットで。撃たれたって、ヒットって、死体になるんですよ。わかるかいとこっちからしたら。で、俺が、例えば同じことを突破しようとして撃たれる。で、撃たれて死にますって行く。で、さっき言った、先に行った先輩に怒られる。はい。なんでお前俺が犠牲になったのにできんのかと。いや、見えんて、つって。どっから撃たれたかわからんて、つって。判断難しいですよね。で、終わった後に、ゲームが終わった後に、その百戦錬磨の先輩が、実はあそこの木の上のあそこから狙ってたんだよって教えてもらう。全然わからん。あれやばいぜ。スナイプはやばい。ま、バレたら一発終わるだけど、はい、あれバレないってすごい。スナイパーは本当すごいですよね。うん、で僕はでも走るのが得意なんで、いつも特攻なんですよ。一回現役の自衛官にめっちゃ褒められました。なんで？君早いねーって。おもろ。ただ、早く走りすぎて、マガジン落として一回なくしかない。ダメじゃん。マガジンどこ行った？どこ行った？おもろ。さあ、まさかのサバゲーの話で始まってしまいましたが、すいません。全然予定してなかったんですよ、今日。キャッチが乗ってきたから俺も乗ってしまったから、すいませんね。すいません。ごめんなさい、僕結構乗れますね。ちなみに僕が、実際やった時に、一番めんどくさかったのは海兵隊でした。ああ。現実の海兵隊ね。はい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 。こっちはゲーム専門だから、はい、こっちの方が上手だわけ。は海兵隊は実銃で鍛えてるから、はい、撃たれても、俺は撃たれてないって言うわけ。いやいや、死ねえと。ああ、ごめんなさい。公共の電波で悪いことは申し訳ありません。ゾンビじゃないですか、ゾンビ。ゾンビになるわけ。腹立つさ。ああ、よ。ああ、もう。でも確かに。だろってから。確かに、ここ一番いいですけど、まあ、あっち系の人たちはゾンビ多いですね。死ねよ。腹立つ。はい。こっち、逆に言うとこっちは、距離があると、はい、今の銃って、ポップアップシステムとかいろいろあって、遠くまで綺麗に飛ぶから、遠くから狙われた時に、はい。発射されたのが分かったら避け切れるんですよ。分かりますね。でも、あいつらはそういう技術はないので、はい、普通に撃たれたら撃つ、当たるんですよ。はい、なのに、俺はまだやられてないとか言うから、違うだろ、つか。ルール的に違うだろ、足の先っちょに当たってもお前は死体なんだよ、つって。厳しいところだって銃に当たってもダメですからね。そんなことをやってました、僕たちも。本当にもう懐かしいな、はい。で、最後の決め台詞は、まあ、夜中中やるんで、朝方になって、なんだろう、例えばその、やってるフィールドとかに、この、一般の方が、朝のお散歩とか、なんか、来られたら、一般人が来たぞーって叫ぶんですよ。じゃ終了ーってなるんですけど、お前も一般人だろと思いながら。やってましたね。はい、そんな感じで、すいません。なんでこんなのしてんだろう。さあ、そんな感じで本日もお送りしてまいります。吉村亮、どこかの領事館。この番組は、あなたのイベントを特別なものに、アブソリュート。今入れる保険あります。有限会社アシスト各社の提供と、たくさんのリスナーさんに支えられて、本日もここ FM 宜野湾の B スタジオから、
1時間の生放送でお送りしていきたいと思っております。さあ、電波の方は 79.7MHz、ネットはツイキャスや YouTube でご視聴いただけます。また、マイチューナーラジオというアプリならば、電波と同じ音源でですね、曲とかジングル聞くことができますので、こちらもお勧めしております。はい、アプリとかネットとかで聞く場合はですね、ぜひ FM ギノワンのライブ、生放送を選択してお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、本日も行きましょう。本日のトークテーマは、親孝行。さあ、本日のトークテーマ、親孝行でございます。あのね、ツイキャスは、X で、旧ツイッターでね、告知とかしたらね、らしくないとかって言われてしまいましたけれどもね、そんなことないですよ、皆さん。おじさんになったら普通に考えるんです。なんやねん。すいません。もう思いついてしまったからしょうがないんです。今日はこれでいきますので、皆さんぜひぜひご参加してください。よろしくお願いいたします。はい、さあ、番組ではコメントやメールの方も募集しております。コメントの方はツイキャスアプリで生配信しております。映像の方が見れます。こちらにコメントいただけますと、こちらもすぐ確認できます。ただし、今 B スタジオですね、このコメントを確認するのが、この手を伸ばした先の MacBook でやるんですよ。MacBook Air で。字がちっちゃくて見えないのでですね。しかも手伸ばさんと動かせないのでですね。僕ちょっと見逃すかもしれないですが、その辺はご了承ください。すいません。頑張ってみます。はい。メールアドレスの方は、どこかの領事館アットマーク gmail.com。どこかの領事館は、ローマ字で打ってください。入ります。どこかの領事館アットマーク gmail.com でお待ちしております。メールの方もどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、毎回言っておりますが、コメント、メール、テーマに沿ってなくても全然 OK ですのでですね、皆さんが今言いたいこと、聞きたいこと、なんやねんっていうことを突っ込んでいただければ、はい、ぜひぜひ参加という形になりますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そんな感じで本日も楽しくやっていきましょう。さあ、時間が全然見えなかったんだけど、結構来てるの、やばいな。11分ですね。びっくりした。え？あ、11分。あ、よかったよかった。20時か。びっくりした。20分過ぎてるのかなと思った。はい、あ、じゃあ大丈夫だわ。はい。じゃあ通常運転。じゃあそんな感じで本日もやっていきましょう。まずはこのコーナーからのスタートです。さあ、勝手にお店紹介のコーナーですって始めちゃったんですけど、あのですね、皆さんのいつものね、最初のコメントを、ご紹介するの忘れてましたね、僕ね。申し訳ない。本当に申し訳ない。すいません。はい。そんな感じで勝手にお店紹介の BGM の中ですが、コメントの方を紹介していきたいと思います。本日の一発目は、さすがです。この方来ました。正座で始まる前から待機していただきました。パパや沖縄 T シャツ屋さん、星座待機と来た後にですね。はい、ツイキャス配信スタートと同時に来ました。今夜も元気に。こんばんは。もありがとうございます。たまにはいいんじゃないですか、この、どこ、勝手にお店紹介の、すいませんね。BGM の中でですね、コメント紹介となっておりますが、ご了承ください。さあ、2番目の方はこの方、埼玉のゴーさん。りょうさん、キャンさんだ。リスナーの皆さん、こんばんは。おじさんウェイつって。ハッシュタグ、どこかの領事館、吉村ラジオ、お、新しい。吉村ラジオ、FM ギノワン。何これ床、あ、床ちゃうだろ。のり剥がし達人。そして最後、吉村、なんで呼び捨てやねん。ごさんいつもありがとうございます。そうなんですよ。この間ね、この先週の放送で呼びかけたんですけれどもね、この FM ギノワンの中、床剥がし、はい、作業。壁塗り、床剥がし、ボランティアさん募集してますよっていうのに僕参加しました。ちゃんと。皆さんに行った手前ね、ちゃんとやらなきゃと思ってね。したらね、僕、想像してたのは、床剥がし作業来てっていうから、はい、なんかほら、フローリングの床をバリバリ剥がすのかなみたいな。そうですよね。もう木工を、オラってやるのかなみたいなイメージだったんですよ。はい、行ったらですね、皆さん、コンクリに、カーペット剥がした後のコンクリの、糊みたいな。なんか、すっごいこびりついてるやつを地道にスクレーパーで剥がすっていう作業でした。死ぬかと思いました。で、僕ちょっと時間作れなくて午前中の2時間ぐらいだけ参加したんですけれども、その時続々といろんな FM ギノのパーソナリティさんとか、リスナーさんとか来られてて、もちろんスタッフの方もいらっしゃったんですけど、僕以外全員女性でしたね。はい。
結構の数いたんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8名、9名ぐらいいたんですけど、皆さん女性の方で。で、床剥がしてね、さっき言ったみたいに糊みたいなやつをガリッガリ剥がすんですよ。ガリッガリ。力任せに。はい。あの、しゃがんだ姿勢で。ずっと。2時間。ものすごい力作業なんですよ。もうあの、スタッフのマナティとか、もう、なんだろう。別れた男をずっと思い出してるのかなっていうぐらいガンガンでやってるんですよ。ガンガン。ガサガサじゃないですよ。ガンガンやってるんですよ。じゃあ本当はガンガンするもんじゃないんですよ。ガサガサこう剥がしていくものなんですけど、剥がれないから、ガンガン殴ってるんですよ。はい、もうそんな状態でやるのに男子が誰もいないっていうのがね。はい。どうなってるんだ FM 技能案と思いながら。すいません。僕も男子なんですけどね。はい。社長も来ねえしさ。はい。そんな感じでしたよ。皆さん。でも頑張りました。僕も頑張ったんでね。皆さんが頑張ってくれたおかげで床も綺麗に剥がせて、次の作業にも進んでる感じでございますね。ありがとうございます。だから今、ビースターから放送されてるんで、皆さんにはちょっとね、その、リフォーム中の、スタジオ、社内は、まあ見れてないとは思うんですけど、今もう絶賛工事中でございまして。はい。外は現場でございます。はい。工事現場でございますので、新しくなった、スタジオからお送りする3月を、はい。お楽しみにお待ちくださいということで、そんな感じでね、キャンチもね、頑張ってるのでね。はい。はい。もうちょっとお待ちくださいね、皆さん。お願いいたします。はい。まだまだ多分ボランティア募集かかるかもしれないので、ぜひ皆さん助けてくださいね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、続きまして、高坊さん来てます。こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。さあ、沖縄大好きさん、こんばん、りょうちん。こんばん、こんばんちん。こんばんちんでいいのかな。はい、ありがとうございます。じゅんじゅんさん来てます。おっと、絵文字はね、なんて読んだらいいのかな。高坊さんは夜勤終わって帰宅中です。ありがとうございます。帰宅中なのに、わざわざ、コメントもいただきながら、気をつけて帰ってくださいね。あ、スーパーズさん来てます。こんばんは。わわ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 わ。わ、ありがとうございます。熱海さん来てます。りょうちん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。じゅんじゅんさんが、どうも、雨終わりです。え、今日放送？今日放送だった？だった？俺、今回見逃してるんですよ。この琉球歴史ドラマ。TVer で見れます。マジか。はい。それ見る。なんかね、今日最終話？今日最終話かな？今日最終話です。俺、いつも、なんか好きで、歴史もの好きで、しかも琉球だから、とっても好きで、はい、前回の、なんだっけ、荘園王とかもめっちゃ見てたんですけど、はい、今回もなんかわかんないけど、最初から見逃してて。はい。TVer で見ます。前回の荘園王見てたら、絶対面白いです。マジで。エピソード0みたいになってるんで。しかもあれでしょ、山田孝之さんとか出てるんでしょ？出てます。なんでと思って。もうびっくりしたよね。どんなつてでマジで。しかも主役じゃないんでしょ、はい、なんでと思って。まあいいや、そんな感じでいきましょう。さあ、続きまして、パパヤさん、パパヤさん、いいっすね。パパヤさん、これ、後でちょっと読みましょうね。はい、ありがとうございます。ひゆみさん来てます。こんばん、ごっくん、ちょ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 なんでみんなその、後ろをノーバースーのをやるかな。ゆみさんもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、カーボイさん来てます。吉村総領事、キャン大使、美人秘書、浦添のエンジェル、マナティ。聞いてるか、マナティ。皆さんこんばんは。今週は真夏ですね。本当にね、2月かね、して。増税メガネとか書いたらダメだよ、カーボイさん。よくわかるけども。増税メガネ、サルキリからのひねり式バックドロップ。カボさん、ありがとうございます。好きです。タカボさん、新コーナー。寮の今日の筋肉痛はどこだ？これ行きましょうね。当てた方には、なんか差し上げましょうね。左大胸筋。むず。むず。できんわ、逆に。パペア沖縄 T シャツ屋さん、筋肉は裏切らないって言うよね。知らんけど。停滞期って言う。で、続き、そのままパペアさん。よし、りょうさん、今度飲みに行こう。リバウンド、リバウンド。違う、リバウンドではないですよ。はい、そんなの止めてみせますよ。いくらでも酒は飲みます。ウイスキーは太らないですからね。ウイスキーは太らないですよ。酒は悪くないんですよ。島は太らないですからね。太らないですよ。ビールも太らないですよ。つまみ食べるのが悪いんだよ。さっきは何も悪くないよ。あやんぽんさん来てます。りょうちん、キャンチー、皆さんこんばんち。こんばんち。ありがとうございます。
ゴーさんもキャーキャンさんだー、パパヤさんもキャンさんだー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ティンクルちゃんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。引き続きありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、タミーさん、テーマ、筋肉痛。好き、初めてやったとき、筋肉痛半端ねえ、笑って。タミさん、今日のテーマ違うから。ありがとう。コメントありがとうございます。はい、今日のテーマ別で、またお願いします。はい。はい。パペアオキナ TJ さん、サバは、竜田揚げと味噌煮が好きです。サーバーの話だから、さっきね。サーバーの話をしました。僕もサバは大好きですけどもね。はい。そんな感じで、ちゃんとやっていきますので、コメントの方一旦休みまして、ちゃんとこの BGM に沿ったコーナーに入っていきたいと思います。今日なんか順番おかしくなってるぞ。このコーナーだけはいつもちゃんとやってたのに、このコーナーまでおかしくなってます。すいません。さあ、仕切り直して、勝手にお店紹介のコーナーでございます。お願いいたします。はい。このコーナーは、りょうちんが実際に足を運んで、店員さんとお話をして、このお店素敵だな、いいなと思ったコーナーっていうところだったお店を、はい。自信を持ってリスナーの皆さんにご紹介するコーナーとなっております。本日ご紹介するお店は、カフェでございます。本日のお店は、ドームご飯カフェ。琉球ガラス村店さんでございます。さあ、タイトルを言ったところで音楽が終わるというまさかの奇跡が起こりましたけど、そのままやっていきましょうね。はい。ドームご飯カフェさんはですね、もともと糸満市の西崎の方に、はい、あるカフェでございまして、はい。で、こちらがもう12、3年ぐらいになるのかな。で、そっから2号店がこのドームご飯カフェ琉球ガラス村店に、はい、なります。皆さんご存知、この沖縄の観光地、琉球ガラス村ね。はい、琉球ガラスを作る工房の敷地内にあるカフェになっております。まあ、敷地内にあると思って行っても、ちゃんと路面店というか別の建物が新規で建ってまして、うん、素敵な赤瓦の建物があって、そこに入ってるカフェなんですけれども、もともとこのドームご飯カフェさんのオーナーさんが、この沖縄のやちむんとか、はい、瓶型とかなんかそういうのが好きで、それをもともと、この西崎の方は、はい、確かなんか自宅を改装して、このギャラリー、やちむんのギャラリーとかを始めて、で、それが人気になって話題になって、その後その、やちむんで食べるお料理を出そうってなってカフェになったらしいんですよ。で、それが人気がありすぎて、今度はこの2号店を、西崎の、あ、西崎ちゃうわ、琉球ガラス村の方に、はい、はい、オープンしたということで、はい。なぜ僕がここを押すかというと、行きやすいからです。西崎の方は、本当に住宅街の中にあって、はいはい、一応駐車場もあるんですけど、この、人気だし、いっぱいなんです。うん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 、なので、ちょっと離れた、この琉球ガラス村の方に行くと、車も止めやすいし、はい。はい、でも、やっぱ満席とか結構あるんですけど、はいはいはい。で、こっちの方が入りやすいので、僕はこちらをお勧めしております。で、どうもご飯カフェさんはですね、さっきも言いましたけど、やちむんが売りなんで、はい、まず店内に入ると、このギャラリーコーナーみたいなのがあって、はい、いろんなやちむんが、この要はカップとか、ソーサーとか、いろんなやちむんが、はい、しかも、この古めかしいのだけじゃなくて、古めかしいって失礼ですけど、伝統的なものだけじゃなくて、すごい可愛らしいのとか、最新的なやつとか、いろんな、なんでしょう、カラフルなやつとかがいっぱい売ってるんですよ。それがまずいっぱいあって、これがもう素敵。で、店内に入ると、すごい落ち着いた雰囲気で、この店内の、後で知ったんですけど、店内の作家さんが作ったテーブルとか、椅子、はい、やちむんじゃないですよ。木でできた木工製品ですね。が、普通に使われてて、すごい個性的な、この、なんでしょう、有機物的な、この柔らかい曲線のテーブルとか椅子があるんですよ。はい、要は普通に既製品じゃない。お値段以上ニトリじゃない。はい、一点物の。椅子とかテーブルが店内にあるんですよ。普通にでもそれ使って食べるんですよ、ご飯。で、それで入ってそんな感じ。はい、で、装飾もその中に落ち着いてて、やちむんだったり、瓶型だったり、この工芸品ですね。沖縄の作家さんのやつがいろいろ飾られたりします。で、美味しいのは、ハンバーグなんですよ。ほう。はい。ドーム、ご飯カフェさんの売りは、ハンバーグの、この、定食じゃないですね。なんて言うんでしょうね。ハンバーグが、セットが、おすすめで。で、5種類、ソースがあってですね。デミグラスと、シソのおろしがかかった和風のやつと、はい、で、また和風なんだけど、キノコのあんかけのやつと、で、ネバネバの和風おろし、なんでしょう。オクラとか、そんな感じのやつ。と、あと、デミグラスにチーズが乗ったやつがあって、これらが、ハンバーグセットっていうのがあって、これが一番人気なんですよ。
で、このハンバーグも、あの、すっごい丸い、コロンとした、太い、熱いやつが出てくるんですけど、豆腐ハンバーグで実は。しかも、練り込まれてるんじゃなくて、ハンバーグの中に、なんか塊の豆腐が入ってるぐらいのやつなんですよ。ちょっと違ってて他とも。だけど、このソースがどれもしっかりしてるので、はい、あの、さっぱりもいただけるし、ソース絡めるとまたこれも濃い味で、とっても美味しくてご飯が進むんですよ。で、ご飯も、黒豆っていうんですか、あ、黒豆ちゃう、黒米っていうんですか、はい、そんな感じので、五穀米的な、やつで炊かれてて、健康的なヘルシーなやつなんですよ。で、他にもいろんなね、このサラダとか、この和え物とか、はい、自家製のジーマーミー豆腐とか、沖縄の人がスヌイっていう、なんだっけあれ。もずくか、もずく酢とか、はい、そんなのがあって、このサラダにも、この普通の野菜サラダとは別にこの酢の物があるんだけど、酢の物にゴーヤーが、生のゴーヤーが入ってる酢の物。でも、全然苦くない。素敵な感じ。とか、はい、そんな感じのすごい盛り合わせ、盛りだくさんのやつが出てくるんですよ、セット。で、スープもすごい、なんでしょう、地味あふれるっていうんですか、この体に良さげな、薄いけど出汁がしっかり効いた、スープがついてて。で、これらが全部、はい、なんか素敵な琉球ガラスの器とか、やちむんの器に入って出てくるんですよ。うわぁ。映える映える。もうインスタです。見た目で腹いっぱいだ。はい、本当に。で、プラス、この、280円ぐらいの、お安い値段で、ドリンクバーがつけられるんですけど、はい、ドリンクバーをつけると、またこのドリンクバーが、すごいいろんな種類のドリンク準備されてて、この、もちろん冷たい、この、アイスコーヒーとか、ティーとか、なんだっけ、なんか、ゆず茶みたいなのとか、はい、ローズヒップとか、はい、なんかハイビスカスティーとか、はい、そんなのもいろいろあるし、はいはいはい、あるし、で、ホットのコーヒーとか、で、ティー。で、ホットのティーはまた、カモミールとか、ローズマリーとか、なんかそういう、はいはいはい、なんだろう、茶葉ごとに選べるやつがたくさんあったりとかして、飲み物もいっぱいある。で、その飲み物が、この90分だったかな、はい、くらいドリンクバー飲めるんですけど、これがまた、やちむんで飲めるんですよ。いっぱいあるんですよ。選ぶところに、はい、このやちむんのカップとソーサーが。で、全部一点ものです。これを自分で好きなの選んで使っていいんですよ。これがなんか素敵だなぁと思って、本当に。で、ちなみに子供向けの、お子様ランチもあって、お子様ランチも美味しいハンバーグとかついてくるんですけど、子供向けの、ドリンクバーもあって、はい、子供もやちむん使っていいんですよ。ちょっと怖いじゃないですか。怖いですよね。だって本当の作家さんが作った、本当のやちむんなんですよ。はい、一点物の。だけど、子供もドリンクバーでそれ使っていいんですよ。だから親としては、ちょっと怖いけど。緊張しますよね。なんで子供のはプラスチックちゃうんかいってちょっと思うんすけど、思うんすけど。でも本物に触れられるなって思ったら、はい、これはこれでいいのかなと。まあ食育ですよね、本当に。うん、なんか素敵だなと思って。ちゃんと素敵な器で食べると美味しいんだよ。そう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 、本当に。だってこれ選ぶだけでも楽しいし、多分そういうね、工芸品とかにちょっとでも興味がある人だったら、うん、多分これだけでちょっとテンション上がると思うんですよ。素敵なんです。で、プラス、またさらにね、スイーツとかもいろいろあって、手作りのね、はい、このチーズケーキだったり、ガトーショコラだったり、かぼちゃのケーキとか、で、またパフェとかもあるし、沖縄的なぜんざい、氷ぜんざい、そんなのもあったりとかして、それもまたプラスで頼むとちょっと安くなったりするんですよ。なので、食事ももちろん美味しいし、はい、ドリンクバーいっぱい飲めるし、プラスデザートとか、このカフェ的な使い方もできるのが、このドーム。ご飯カフェさんなんですけれども、そんな感じで、とってもいい雰囲気で、美味しいのが、素敵な器で食べれるんですよ。で、でも、観光客あんまいないんですよ。自分的にはこれが一番のおすすめスポットで変な話。はい。この、もちろん、西崎のお店はもちろんそうなんですけど、はい、この、琉球ガラス村にある、この、二号店さんも、そこまで観光客の方いらっしゃらないんですよ。地元のお客さんの方が多いと思います。多分7割、8割ぐらいは地元の方。なので、本当に沖縄の人も、この好きで来るような方が来てて、みんなで落ち着いて、美味しいもの食べて、素敵な雰囲気で、まったりとおしゃべりしてる。みたいな、いいですね。素敵なお店でございます。さあ、本日ご紹介しているお店は、どうもご飯カフェ、琉球ガラス村店さんでございます。場所はですね、糸満市福地っていうところなんですけども、琉球ガラス村でググったらすぐ出てきますので、はい。その方がわかりやすいかと思います。電話番号の方が098-897、あ、間違った。098-997-3433。098-997-3433。営業時間の方は午前11時から夕方5時まで。もうランチ営業ですね。はい。
で、定休日は水曜日でございます。土日もやってます。で、駐車場も20台ぐらいありますので、余裕を持っていけるかと思います。さらにですね、ちゃんとお支払いの方はカード、電子マネー、QR コード、何でも使えるので、はい。もちろん現金も使えるので、はい。そこも、皆さんのお好きな支払い方法が選べるかと思います。本日ご紹介している素敵なカフェは、ヘルシーな、とても美味しいお料理が素敵なやちむんでいただける、ドームご飯カフェ、琉球ガラス村店でございました。30分になっちゃった。やべえな、順番間違うとこんななるな。まあまあ、でも、ありがとうございます。皆さんのコメントがたくさんなので、ありがとうございます。やべえ、もうこの画面自体をでかくしたい。できんのか。さあ。ヤンポンさん、今日のテーマ、サバゲーじゃないっすよ。ちゃんと、やばい、パパヤさんも報告テーマがサバゲーになりつつあります。いつも通りだね。違う。キャンチが乗ってくるからだ。まさかの。だって僕も好きなんだもん。まさかの。レーザーポインターとかも持ってますから、ね。マジで、はい、ダメだよ、レーザーポインターとか。最近いいっすよ。こんなちっちゃいやつで、600ルーメンのライト&レーザーがある。すぐバレるじゃないか、どっから打たれるか。自分なんかの時代あれだよ。ドットサイトが欲しかった。ああ。わかる？この。わかります。スコープの。はいはいはい。ドットサイトつって赤い点で。点が出て。あれがかっこよかったんだよな。ドットサイト今3000円とかで売ってますからね。物によって。俺なんかの時6万とかつって。でしたよね。信じられない。3000円、はい、信じられない。東京丸いとか出してるんですよ。はじゃあちゃんと。東京までだちゃんとしたエアガン製品じゃん。はい。だから自分の生の時は本物を買ってきて流用するしかなかった。そうですよね。当時はもうだからドットサイトとか高額高かったじゃないですか。めっちゃ。今はもうだから東京マリーさんとか出してくれるんで。マジかよ。なんだよ、今日のテーマはサバゲーでよかったじゃない。そうそう。嘘ですよ、皆さん。今日のテーマは親孝行でございます。はい、じゃあ間もなくです。10秒前ですね。マジっすか。BGM からいきまーす。さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマは、親孝行でございます。さあ、埼玉の郷さん来てます。らしくない。ひふみさん来てます。親孝行。親止まり、高行のあだ名だな。これ多分漢字で見た方が面白いです。略して親孝行です。パパや沖縄 T シャツ屋さん。これサバゲーっすね。始まるときは、俺、この戦いが終わったら、あいつに告白するんだってフラグ立てるんですよね。ちゃうわ。結構やめても。結構痛いですよ、現場で。本当によ。はい。埼玉の郷さん、りょうさんが腕を伸ばしたら、割と腕着見えますよ。ごめんなさい。腕着は見えてし、もうしょうがない。ごめんなさい。あるんで。もう一段中はあるあるですか？はい。パパや沖縄 T シャツ屋さん、どこかの領事館宛てメールはこちらっていうことで、メールのアドレス書いてくれてます。ありがとうございます。どこかの領事館、ローマ字書きでね、ローマ字で、どこかの領事館、@gmail.com でお待ちしております。ぜひパパやさんのコメントをコピペして送ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、カーボーイさん、オープニングでサバイバルゲーム話して、満足して、リスナーのコメント飛ばしよった大爆笑。カーボーイさん、その通りです。じゃ飛ばしたんじゃなくても、じゃあ時間やべえのかなって、ちょっと20時10分を20分経ってるかとちょっと勘違いしてしまって。はい、ちょっと焦りが出てしまいました。ちょっと焦りました。すいません。じゃあ見えないですよ、このタイムテーブルの画面が。はい、暗いんですよね、本当にも。はい、あ、すごい。埼玉の郷さん、僕、19時50分から待機していました。笑って。
ありがとうございます。ありがとうございます。さんもいつも本当にありがとうございます。はい。らしくないとか厳しいこと言わないで楽しく参加してください。よろしくお願いします。あ、ゆきのさん来てます。ありがとうございます。こんばんは。この前は床剥がしお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきのさんは何ですか、メイクミーハッピー。はい。金曜日かな。はい。メイクミーハッピーのパーソナリティ、ゆきのさんですね。この間ゆきのさんも僕が、床剥がし一生懸命やってる時に来てくれて。はい。めっちゃ可愛かったです。あ、どういうこと？ヤッポーさん来てます。両親、FM 技能ワンに文句言ってるのかって。そんなことないです。そんなことないです。僕も参加してますって。はい、床剥がしも工事も、はい。そうですよ。はい。さっき初めて見た新しいドアもツイッターに上げたんで見てみてくださいね。はい、ドアついてる！と思ったらね、なぜか通り抜けられるんですよ。謎の。セキュリティが上がってるっていう噂だったのに。わーっ本当に。はい、ヤンポーさんがなんで、りょうちんは出資していないば、出演していないば、何のことですか、俺は。あれ、雨割りじゃないですか。雨割りですね。僕はまだですね、演者としてはですね、まだまだ2番手、3番手なんですね。はい。雨割りの中で、多分横でなんかイベントやってて司会がいるなっていう場面があったら僕出てたと思うんですけど、はい。役者としてはまだまだ売れてないんでですね、はい。ぜひ今度は根回しよろしくお願いします。頑張って何でもやりますので、よろしくお願いします。オープニング僕も映ってました。なんで？小橋の時のシーンが使われてて。え、小橋になんか出たの？小橋、エキストラめちゃめちゃやってたんですよ。あ、でも最近この周りがあったからだろうね。この小、はい、エキストラ募集の会社、沖縄の、はい、なんかいろんなとこで広告見たね。はい、あ、そうなんですね。うんうんうん。だから僕、登録してたんですよ、当時。で、まあ、周りに関しては、あれ、募集があったんで、メインキャストとかも含め、この、オーディションやります、はいはいはい。それに応募してたんで。1ヶ月ちゃんと稽古して、キラレ役やりました。小橋の時に？はい。エキストラで？はい。すげえ。いや、小橋はめちゃくちゃ映ってます。ええー。その映ってるシーンをキャプチャーしてアップにして、これっていうのを俺にちょうだい。それで動画探すから。見たい見たい。見たい。さあ、そんな感じでございますが、皆さんからメールもたくさん来てますので、本日もご紹介していきたいと思います。さあ、まずはこの方から。りょうさん、キャンさん、皆さん、ギノワンは？ギノワンは？最近、ダジャレ審判、謎かけラインズマンがツイキャスでコメントして、リスナーたちがスルーするけど、ちゃんとパス受け取ってほしいだお。ネタないときは住んでる気温を報告してくるけど、みんな温かい気持ちで見守っておくれだお。ダジャボも無理してダジャレだお。三笘選手への悪質タックルは即レッドカードだけど、質が悪いダジャレや謎かけ、レンコメは見ぬふり黒カードでお願いだぼ。おもろ。そのダジャレテーマ、親孝行。親孝行で、親孝行？高校生、親孝行生。どうも。もううざい？二つしかないだお。いっぱいいっぱいだお。今日も自らのダジャレでオウンゴールだお。ダジャボ。うまいな。高校生しか浮かんでないやし。ダジャボさん、ありがとうございます。ダジャボさんっていう仮の姿大変だな。もう、あれですよ。もう定番のコーナー化してますね。めっちゃ面白い。ありがとうございます。じゃあ続きまして、こちら。りょうちんキャンチー、こんばんちーして、親孝行ね。なゆみや。中おかあの一年期やだもん。やしがて、親孝行なんて完璧になとんちゅや、うらんどや。完璧になとんて、あびとんちゅほどや、なとねえんど。親を亡くし、後悔すんばどや。なあひん、親孝行しねえ、しむたんてから。ここでいく。親孝行。いつまでもあると思うな、親と金。安心や！ヤンポーさんでございました。ヤンポーさんありがとうございます。僕が親孝行っていうテーマを思いついた日が、ヤンポーさんのお母様のね、はい、一年期ということで、はい、心よりご冥福をお祈り申し上げます。そんな中、ちゃんとメールくれたヤンポーさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ティーウサギって、先行ウサギってうとうとしてくださいね。はい。よろしくお願いします。さあ、続きまして、タイトル、ヨシムラジオ。りょうさん、キャンサンダー、リスナーの皆さん、こんばんは。おじさん、ウェンズデー。今日は、有給、埼玉の号でーす。
ごさんのタイトル間違ってるよ。今日、有給良かったっすね。今日なんか用事あったんかな、いつもなんかお仕事ギリギリなのにありがとうございます。最近のホットな話ですが、今月父親がワゴン R の新車を購入しまして、一番安いグレードでしたがオプションなしだったから装備品はほとんどなし。カーオーディオぐらいでしたね。さすがの70歳過ぎたドライバーは良くないよなぁと思い、ドライブレコーダーを購入、設置。カーマットなどなどカー用品店に行って買いましたよ。ドライブレコーダーの設置が時間かかるから一度家にかかり戻りましたが、その間親父はご満悦、今度はゴーみたいに車のクラクション交換してくれと調子に乗っていたので、母さんがそれはやめろと怒っていましたね。お父さんファンキーだなー。ゴーさんの車どんな何クラクションついてんの。いいな、エアホーンついてほしいな。昔のヤンキーみたいにエアホーンついててほしいな。触るだけで、ピッて触るだけで、ホワーンっていうあの、すんげえうるせえやつな。おもろ。いいね。70過ぎたお父さん、新車買うってすごいな。やる気満々だな。かっこいいっすね。かっこいいな。いいね。さあ続きまして。今夜も元気に、こんばんは。あなたの T シャツ沖縄パパヤです。子供の頃にもらったお年玉を全額取られて消えてしまっても、初任給を全額取られて消えても、特に反抗期もなく、すくすくと育った私は親孝行の塊です。本当だね。して、そんなファンキーな母親の話。私が高校生の頃から毎年母の日にカーネーションをあげていて、今はネットで注文して送ってるんですけど、忙しくて送るのを忘れると電話がかかってきます。記念日を祝う習慣が薄い私には親孝行を催促してくるくらいがちょうどいいですね。素敵。うん、素敵。いいね、カーネーション。母の日に素敵だな。僕も一応あげますよ、母の日は。はい。あとうちの母親はですね、誕生日が2月14日バレンタインデーなので、はい。いつも誕生日になんかお花とか、なんか、贈り物を持っていくと、代わりに、チョコの詰め合わせをもらえるんですよ、うちの家では。10日交換です。10日。しかもその、チョコの、もらえるやつがですね、はい、伝わるかな？気楽話しろ、みたいな。わかります？わかる人にはわかる。キャンチャーは多分ピンときてないけど、外国製のお菓子の詰め合わせみたいなのもらうんですよ。はいはいはい。はい。そんな、そんな感じの。で、今年はですね、いつもそれで、でも、やっぱ迷うんですよ。はい。毎年花あげてでもなーとか、でも洋服もセンスがなーとか、いろいろなんか、でもほら、もう、ね、大先輩だから、欲しいもの大体持ってるし、はい、と思って。だから今年は、14日がちょうど先週のね、はい、水曜日、放送日だったんで、次の日に、15日に、うちのおかん連れて、うちの奥さんと3人で飲みに行きましたよ。はい。おかんが大好きなうちの、友達のお店に。もう大満足してました。めっちゃ美味しかったです。僕もあと3年ぐらいしたらうちの母が還暦なので。ああ、いいね。だからちょっといい。還暦？はい。若いね。いいちゃんちゃんこプレゼントしてあげたいなとかって思ってたんですけど、最近気づいたんですよ。赤いちゃんちゃんこも持ってるんですよね。自分が買って40代からつけてるんですよ。そういえばちゃんちゃんこ着とるやんと思って。赤いコートにしよう。かっこいいコートにしてあげよう。うん、コートは着なさそうです。うん、大丈夫。薄いやつ、薄いやつ。もう絶対息子からもらったら喜んでからどっか行くときにうわーって来てると思うよ。いやでも、そういう人じゃないです。また、本当に自分が気に入る使わない人なんで。一回だけ靴とかはプレゼントしたことありますけどね。あ、でもいいね、いいね。うちも今回だからそんな感じで、あんまりね、あんまりこの、要はうちの奥さんと3人で飲むってことあんまないんですよ。はい、まあもちろんうちには小さい子供がいるし。っていうのもあって。でも、だから今回は、うちの奥さんが、まあ、ちょっと前に年末年始ちょっとうちの お母さん、おかんが体調崩してたんでね。で、それが元気になったんで、それも兼ねて、じゃあご飯食べに行こう、飲みに行こうっていう話をして、それはすごい喜んでくれてたんで、それで行こうぜ、つって、この行きつけの、美味しいお店にですね、はい、みんなで3名で行って。で、お店の方がちゃんと気使って個室取ってたのに、この、要は、掘りごたつの怖がりなんですよ。入って、靴脱いで入る、掘りごたつ。したらもう、つくなりうちのおかんは、靴脱ぎたくないって言ったから、カウンターでもいいですかって、あ、全然大丈夫ですよ、島さんって。カウンターで3人並んで、楽しく飲みましたけどね。はい。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ美味しかったです。いいですね。はい、和心、小馬県の小馬県さん、いつもありがとうございます。本当にめっちゃ美味しかったです。
はい。小馬券、前紹介したかな。はい。うるま市の美味しいお店ですので、皆さんぜひ、行ってみてください。小馬券さん。あ、あとね、うるま市江ノ美にありますね。素敵な飲みどころ、歌いどころのね、友にもね、今度行こうねっていう話を、うちの親にもしてますのでね。その時のパパヤさん、あ、パパヤさんちゃうな。まあまあよろしくお願いします。さあ、続きましていきます。はい、お願いします。はい、親孝行。りょうちんキャンチ、こんばんは。タミーです。お、タミーさんありがとうございます。ありがとうございます。でも親孝行。89歳になるお母が脳梗塞になって、退院してからは身の回りの世話をしてるよ。これって親孝行じゃなくて当たり前のことか。てへぺろ。素敵。そういうことなのか、タミーさん素敵。ありがとうございます。タミーさんがなんかちょいちょい確かこの、今日ご飯作ったぜみたいなのとかをあげるんですよ。僕それちょいちょい見てて。なんか、今日、お母さんだけどなみたいな感じで上がってるんですよ。なんか美味しそうなやつを。あ、そういうことだったんですね。もうお疲れ様です。もう素敵です。あ、タミーさんちょっと聞きたいことがあるんですけど、獅子山ってどこですか？タミさん聞いてたらコメントで返事をください。獅子山ってどこですか？うるま市の僕は分かってないです。よろしくお願いします。さあ続きまして。りょうさん、きゃんさん、こんばんは。ラジオネーム、たかぼです。たかぼさん、ありがとうございます。本体の方。親孝行したいときに親はなし。ということわざもあるように、私の母は30年近く前に高い高い高いしています。あれ本体の方だよね。はい。残る父は弱い80歳の大台に乗りました。そのため一人身の私は実家に戻る時期だなということで、身近にいることも大切だなということもあり、今年7月に東京を引き払って沖縄に戻ります。前途多難ですが、とにかく帰ります。またよろしくお願いします。ダオ。ダオって言っちゃった。ダオって言っちゃってるよ、高本さん。あ、すごい、高本さん戻ってくるんですね。あ、僕も聞いたんですけど。あ、ほんと、はい、あら、素敵、素敵。発表だったんですね。もうこれは公式に発表でね、高本さん。公的な、公の電波を使って今、大々的に発表してしまいましたからね。はい、はい、高本さんお待ちしています。ぜひぜひ来たらまた、ギャラリーでもお会いして、はい、お話聞かせてください。ありがとうございます。はい、皆さん、本当にメールの方もたくさんありがとうございます。さあ、こんな感じで、どっかの領事館ではメール、コメントまだまだ募集しておりますので、お時間ある方はぜひ参加してください。さあ、この後は一旦曲を挟んで、また番組の方を進めていきたいと思います。本日は親孝行ということで、どんな曲かなーってみんなに当ててもらおうかなと思ったんですけども、時間だからやりましょうね。本日の曲はサザンオールスターズで心を込めて花束を。ありがとうございます。46分、よかった。マジでさ、この位置から時間が見えないから、えってなるわ。毎回難しいですよね。じゃあここでやれやってましょう。これ多分 LED が死んでるんですよ。あ、そうなの？輝度最大にしてるんですけど、この明るさなんで。いや、でも、多分そのタイプはもうこれぐらいだと思うよ、普通に。でも右上に LED って書いてあるんですよ。LED だったらこの暗くないだろうと思って。あ、でもほら、カメラの位置とかさ、いろいろあるんで。はい、でもだからここでいいけど、そう、見えるんだよ。見えるけど、手元がおかしくない。俺、ここでやればいいのか。あ、来週はここでやるんでしょうね。今入ってるの？入ってます、今大丈夫。そっかそっか。ありがとうございます。はい、パパや沖縄 T シャツ屋さん。え、コーナーなんてあってないようなものでは？はい、ありがとうございます。その通りでございます。はい、あ、コシさん。え？コシさん初めてじゃないですかね、僕は見るの。ありがとうございます。行ってみたくなりましたって、ありがとうございます。もうぜひぜひ行ってみてください。これはドーム。ご飯カフェさんですかね。もうぜひぜひ、うん。すごい落ち着く雰囲気の美味しいところですので。はい。ぜひぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。埼玉の郷さん。うちのワイフの親族の読谷にある琉球ガラス工房は僕の名前出して紹介されたといえば、僕に確認が来て 10% オフになりますよ。すげえ。何それ。埼玉の郷さんクーポンじゃん。すげえ。しかも確認も入るんだ、ちゃんと。すげえ。へえ、面白い。ぜひぜひ行くときは思い出しましょうね。マジで。はい。あ、パパヤさんもどうもご飯カフェ、リンクありがとうございます。
ドームさん、なんだっけ、インスタとかもやってるんで、ぜひぜひ見てみてください。さっき言った映えるやつがいっぱい載ってますので、美味しそうなやつが、ぜひぜひ見てみてください。スーパーアズサさん、マブヤーの一期は、ヤチムンヤーの男の子が変身するんだよね。あ、確かに、だっただった。はい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 。だった、だからあれでしょ、なんだっけ、シーサーがなんだっけ。なんだっけ、なんだっけ、山城友次さんが、シーサーのやつが犬になるやつな。はい、はい、はい、なんだっけ。剣でしたっけ。剣、剣か。懐かしい。確かに。スーパーさん、ありがとうございます。夏い。曲はあとどれぐらいある？曲はあと、全然わからん。1分ぐらいです。あ、出す。1分。はい。コシさんが、埼玉の郷さんで通じるのですか？割引ってきてますよ、郷さん。でも通じるんだよね。すげえなぁ、マジで。マジです、これ。ぜひぜひ、コシさんも行ってみてください。みんな大好きさん、もずく、正解正解。スルイね。もずくが出てこないっておかしいよね。おもろいなぁ。埼玉の郷さん、こちら側からも電話、何日何時頃に電話あるか、よくしておいて、ってお願いもしますがねーって、連絡も取れるんですね、ちゃんとね。すげえすげえ。ありがとうございます。はい、ひふみさん、カモミールとかローズヒップとか、グシカーにはないものばかり。そんなこと言うなあれよ、ひふみさん。牛乳もあるよ、いっぱい。スーパーアズサさん、割ったらうんまい。だからね、わからん、この辺はわからんけど、本当にもう。でも普通に売ってる、ヤチムってね、結構するから。はい。ちっちゃいソーサーでもね、3000、4000円とか当たり前にするからね。ババヤさん、QOL 爆上がりしそう。いや、本当ですよ。そんな感じですよ。マジで。クオリティオブライフ。本当ですよ。まもなく曲が終わります。BGM 切り替えてから。はい。マイク上げますね。どこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマは、やちむん。じゃなくて、サバゲーでもなくて、何でしたっけ、親孝行です。親孝行でございます。ちゃんと振ったら答えてくれるからね、キャッチね。ありがとうございます。さあ、コメントの方を紹介していきたいと思います。埼玉の郷さん、うんうん。上等やちむんで食べるご飯。料理は雰囲気も良くなる。ほんとそうですよ、うん。沖縄の人もあんまりやちむんってお家にないじゃないですか。そうです、ね。有名ですけど、はい、やっぱそれはとても特別なものだったり、はい、なんか贈り物だったりする感じなので、はい、普段使いってやっぱないので、それでやっぱご飯食べたら、なんか上がりますよ、気持ちも。中学校の先生が、卒業祝いでくれたんですよ。素敵。で、もう本当に素敵な、コップで、はい、で、生徒会だけに配られたものもあったんですよ。はいはいはい、生徒会の顧問だったので。だから二つ持ってたんですよ。はいはいはい、全部おばあに割られました。大切に10年ぐらい使ってたのに全部おばあに割られました。しかもおばあなんだ。はい、なんかちっちゃい親戚の子とかじゃなくて。じゃなくて、おばあに割られました。クラッシャーです。なんでやねん。僕なんか行きつけの、この仲良くなったお店のご主人から、この、何グラスをいただいたんですよ。琉球ガラスの、はい。で、とってもいいやつで、ロックグラスみたいな大きいやつで、で、とても気に入って、で、そこ飲食店でお酒も飲めるところだったんで、はい、そこにキープグラスとして置いてもらったんですよ。はい、だから僕が来て、酒頼んだらこれで出てくるんですよ。最高じゃないですか、はい。で、僕のこれを見て、なんかいろいろお願いする方とかが出てきて、何個かあったんですよ。この常連さんのグラス。はいはい、で僕もそれ大きいんですごい使ったんですけど、移転とかすることになって、どこ行ったか分からなくなりました。あ管理難しいですもんね。あれ俺のとこには帰ってこないんだっていう。いや、もともともらったものだからね、そのご主人からね、はい。まあ別にいいんだけど。はい。そんなのもありましたね。さあ、パパヤさん。大丈夫。テーマも、後で読むって言ったやつも全部忘れて脱線するって信じてる。じゃあ信じてるじゃないから。ちゃんとやっても頑張ってやってますよ。本当にでもね、見えねえんだよ。高保さんが虫眼鏡よって書いてるんですけど、高保さんごめん、虫眼鏡持ってきたら多分ね、逆にまた見えないと思う。こんな感じで。さあ、カーボーイさんいきます。順番待ちアウトじゃなくて、狭い別のゲームみたいな大好きな話をオープニングにするからだよ、爆笑。
ああ、すいません。違うんですよ。今日も別にオープニングトークをサバゲーの話するなんて僕始まるまでこれっぽっちも思ってないんですよ。話の流れで出ちゃったら、あの、意外なほどキャンチが食いついたっていうだけなんですよ。はい、ありがとうございます。いや、僕多趣味な人間ですからね。さすが、はい、さすが。いぐみさん、親孝行、生きてるうちにやりたかったな。バーバーまだ元気だけれども。パーパーか。パーパー元気やし。じゃあやろうやろう。今からでもどんどんやろう。なんかね、今日親孝行っていうテーマで喋ろうと思って、何？ Google に親孝行って検索するじゃないですか。したら親孝行、何が一番嬉しいみたいなのが出てきて、はい、でそれをクリックしたら、一番は顔を見せることでした。皆さん。と、なんか、話し相手になってくれるとか、うん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 、外食を一緒に行くとか、そんなんでしたよ。やっぱそうなんですよ、結局ね。自分の子供がね、はい、なんか、おい、元気かっつって来て、憎まれ口叩いて殺すぞっていうやりとりが多分嬉しいんですよ。はい、幸せってそういうことですよね、はい。そんなかなって思いますよ。僕も今、子供ちっちゃいですけど、子供がこう、わちゃわちゃ、なんでしょう、話しかけてきてくれて、絡んでくれて、わーわーするのも、楽しくて僕やってるんですけど、これが親孝行なんだろうなって逆に思いますもん。嬉しいなって思いますもん。はい。そんな感じでございますよ。さあ、スーパーアザさん、サバゲーでございます。必ず死ぬやつ、わらわらって。ちゃちゃちゃ。怖い怖い。怖い怖い。あれですよ、パパヤさんのあのセリフです。この後告白するんだ、です。ああ。ダメだって、だから。そういうことじゃねえんだって。本当に。ひぐみさん、こっちから連絡しないと誰からも連絡来ない。ワンからすると、かしましくらいに LINE してくる。だから、それだけでも親孝行だけどね。でもそんな感じですよね、うん。はい。皆さんもそんな感じで親孝行。ひぐみさんも今から、遅くないのでやってくださいね。皆さんも思いついたら電話です。メールとか LINE 見れないんで。さあ、そんな感じで本日もお送りしてまいりました。どこかの領事館、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。本日は親孝行というテーマでやりましたけれども、皆さんたくさんメール、コメントくださいましてご参加ありがとうございました。はい、来週もそんな感じでまたリスナーの皆さんとわちゃわちゃしながら、ちゃんと情報も発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。さあ、来週も週の真ん中水曜日夜8時、吉村亮どこかの領事館でお送りしましょう。本日はこれまで。ありがとうございました。ありがとうございました。やっとカメラ見た。はい、ありがとうございました。皆さん、カンボーイさんもはじめ、パパヤさん、ジュンジュンさん、スーパーアツさん、ひぐみさん、すごい、なんか今日いっぱいでした。ありがとうございました。本当に、コシさんもね、初めてありがとうございました。ゴーさんも、皆さん最後まで、タカボさんも、ありがとうございました。あ、グレタマさん来てる！お疲れ様でした。ヤンポーさんもありがとうございます。タミーさんも、獅子山の場所コメントしたよって、マジかありがとうございます。さあ、また来週です。本日も最後までありがとうございました。